アレクサンドラ・ミハイロブナ・コロン隊から1952年3月9日は、ロシアの女性革命家、共産主義者、当初、メンシェビキに所属するが、1914年にボリシェビキに転ずる。ソビエト政権樹立後は、1919年に政治家としてヨーロッパ最初の女性閣僚となった。レーニン没後、スターリンが権力を掌握すると、 メキシコ、スウェーデン及びノルウェーに外交官として派遣されるが、一方でこれは実質的にはソ連国内を追放されたに等しかった。ユリウス歴1872年3月19日に、帝政ロシアサンクトペテルブルクの裕福なブルジョワ家庭に生まれる。父ミハイルドモントービチは13世紀まで遡る。 名門貴族出身の軍人で、1877年のロット戦争では将軍であり、1878年から1879年まで、駐在ブルガリア講師を務めた。母アレクサンドラ・マサー・アリナム・ロビンスカヤは、フィンランドの裕福な材木商の娘であった。父ミハイルと母アレクサンドラは再婚である。ちなみに、母アレクサンドラと、 全プコンスタンチン・ムロビンスキーとの愛の子のうち、長兄、アレクサンドルの子が著名な指揮者、エフゲニーム・ムラビンスキーで、コロンタイにとってはおいにあたり、当時一世を風靡した、マリーインスキー劇場の名ソプラノ歌手、エブゲニアム・ムロビンスカヤは、コロンタイにとっては、イフアネにあたる。コロンタイは、21歳で結婚し子供も儲けるが、次第にマルクス主義に傾倒し、 1898年家庭を捨ててチューリヒ大学でマルクス主義研究に入る。1899年、ロシア社会民主労働党に入党する。社会民主労働党は1903年のロンドン大会でユーリー・マルトフのメンシェビッキとレーニン率いるボリシェビキに分裂する。当初、 コロンタイはどちらにも組みせず中立の立場を取ったが、次第にボリシェビキとは距離を置き、メンシェビキに所属した。1905年、日露戦争に敗北したロシアではロシア第一、革命が起こるが、これを機会にコロンタイは革命家として活動を活発化した。特に階級闘争の視点から女性問題を取り上げて、当時の婦人運動の主流であった男女同権論を、 ブルジョア的であると批判している。1908年、ドイツに亡命する。亡命後、フィンランドと社会主義を出版し、フィンランド人に対して、帝政ロシアに対抗し決起するように促した。コロンタイはこの後、フィンランド、フランス、ドイツを訪問し、ドイツでは、ローザルクセンブルクとカール・リープ・クネヒトを訪問している。1914年、 第一次世界大戦が勃発すると、コロンタイはボリシェビキに転じ、亡命生活に終止符を打ち、ロシアに帰国、本格的に政治活動を開始する。1917年、ロシア革命によって、レーニンを人民委員会議議長とするソビエト政権が成立すると、コロンタイは保健人民委員に就任する。各して、コロンタイは、 ソビエト国家の最も重要な女性政治家となり、1919年世界、最初の女性政策担当部局である女性部を創設したことでも知られるようになった。女性部は、ソビエトロシアにおける女性の生活向上に取り組み、結婚、女子教育、労働法などについて、新制度をもたらした。こうした、コロン体及び女性部による一連の施策は、厚生。 社会主義フェミニズムの実験として理解されるようになった。なお、女性部そのものは1930年に廃止されている。1918年、ブレストリトフスク条約調印をめぐり、対独講和を主張するレーニンに反対した。次第に、レーニン主流派に批判的になっていった。コロン隊は、友人のアレクサンドル・シリアピニコフが結成した、党内左派、労働反対派に所属する。しかし、 例人によって反対派は破壊し、コロン体は実質的な政治過程から寄避されるようになる。1920年代からコロン体は国内における実質的な政治影響力を伴わない主事の外交職を歴任することとなる。これにより国内政策、特に女性政策に関する彼女の発言権は封じられた。1923年中ノルウェー大使に任命される。以後、メキシコ。 スウェーデン大使や国際連盟代表部員を歴任する。1933年にはレーニン勲章を受賞している。第二次世界大戦中はスウェーデン大使であった。スウェーデンが中立国であったため、ストックホルムのソ連大使館はナチスドイツと潜在的な交渉ルートとしての可能性が取り沙汰されたが、実際にはナチスとの交渉はなかったとされる。 1952年3月9日死去。アレクサンドラ・コロン隊は、ソ連史上、非常に得意な存在である。多くのオールドボリシェビキが、スターリンの大粛清によって一掃された中、彼女自身も、レーニンや共産党に対する、批判者としては著名であったにもかかわらず、生命を保障された上に、外交官として、海外で兼職を歴任した。しかし、その一方で、 地位は保障されたものの、コロン体には、ソ連の国内政策や、党活動に対して実際的な影響力は、皆無であり、その意味では、政権側にとっては効果を十分に計算した、追放であったと言えよう。フェミニストとしてのコロン体は、自由恋愛を強く主張したことから、反対者から指断されてきた。しかし、コロン体の自由恋愛論は、単なる保障な男女の成功を奨励したものではない。 実際、彼女は、社会主義のもとで、男女間の不平等な上下関係、男性による女性の搾取が解消すると考えていた。コロン体は、真の社会主義の成立が、セクシャリティの急進的な変化なしでは成し遂げられないと、見なしていた。交換、コロン体は、性的な欲求の充足は、一杯の水を得ることと、同じくらい単純でなければならないと言ったとされるが、これは、 彼女のことではないにしろ、性の問題を深く見つめ、性的な関心が気が動揺、自然な人間の本能によるものであることを捉え、女性の解放を求心的に実現しようとした。結婚と家族に関しては、共産主義社会では自由恋愛のもと解体されると主張していた。伝統的な結婚と家族は、拡張性による個人への圧政的な仕組みであり、 財産権の継承による個々のエゴの集積化されたものであるという見解を持っていた。そこで来たるべき共産主義社会においては男女両生は相互に労働をすることで互いを支え合い、家族ではなく社会によって子供の養育、教育がなされると問いた。こうしてコロンタイは真の解放のために男女両生とも本来自然に持っている。 伝統的な家庭生活に対するノスタルジアを放棄するよう促している。コロンダイが表した小説、赤い恋は当時の日本でも流行し、最条80作詞の東京更新局は当初歌詞中に赤い恋を引用していた。クレメンツ、P3、クライブ・ジェームズ、カルチュラル・アムネシア、P359。2013年9月8日閲覧ありがとうございます。